今年もあとわずか。例年のように大きなクリスマスツリーに飾られて歳末商戦は今竹縄。こうした中、年々増える青少年の不良化を防ごうと、年末特別警戒にあたる優しいおまわりさん。年の瀬は大人にとっては忙しく、子供にとってもとかく誘惑の多い心の緩みがちな時です。年末に入った東京の交通量は日ごとに増える一方、ここは都内でも一番危険なところ。通学児童にとっては大変な毎日です。緑のおばさんの手慣れた誘導で子どもたちも心得たもの。そして冬休みを間近に迎えた教室では、外国のお友達に送る版画作り。下絵にいろいろなアイデアが生まれてきます。高学年のクラスでは児童会議。冬休みを楽しく過ごそうと子どもたちの話し合いが行われています。暮れの忙しさはわかるけど、お父さんやお母さんは僕たちを放りっぱなしにしないでという生徒。先生の指導のもと、子どもたちの計画はだんだんと実ってゆきます。さあ、もうすぐ冬休み。みんな明るく規則正しい毎日を送りましょう。